はい、公園大好き、お散歩大好き、そしてお花大好き、親父でございます。今日はね、梅を見に来たんですけどもね、久しぶりに来た印旛沼公園、諸戸女子公園、お散歩していこうと思います。梅をね、見終わってで展望台に向けてね、歩いておりますけども、久しぶりに来た、相当久しぶりかな。下の道がね、ある程度整備されてまして、あそこの白いところなんかはね、完全にこれ整備されております。そしてあとこの上をちょっと見てもらうと、ライトがついてるんですね。向こう側もね、そうなんですけど、ライトがついたことによって、夜暗くなるとこうね、こう全然ね、もう見えなかったのが、歩いてね、夜でも、夜でもっていうとやっぱりちょっとあれだけども、少し暗くてもね、そのライトを見ながらね、こういうお城、城跡なんですけどもね、こういったところのお堀の周りをね、お散歩できるようにはなっております。反対側もね、ライトがしっかりついておりますね。なのでちょっとね、この下の方も見ていこうかななんていうふうには思っております。今日はね、友達とお散歩しておりますけども、友達はね、360度カメラでね、お散歩しております。ここはね、梅以外にもね、桜が綺麗に咲くのでね、桜を見になんかね、もう毎年来てるんですけども、ここね、桜の方も去年はね、来れてないかな。向こうちょっと梅が見えますね。後で行ってみます。はい、何個か撮った動画の中でもね、繰り返し言ってるんですけど、今日はね、天気はいいですよ。ただやっぱりね、寒い、風が冷たいんですね。で、風が強いんでね、寒さをすごい感じておりますけども、でもね、気持ちいいわ。ここ最近はちょっと寒かったりとかなんなりで、なかなか外に出るっていうことがね、ちょっとなかったんでね、やっぱり自然のこの空気、そして光をね、感じながら散歩するのは、とても楽しいですね。そこがもうね、展望台なので、印旛沼がね、一望できるところに来ます。ここはね、家族もそうですけどもね、もう亡くなってはいるんですけども、うちのね、愛犬ともね、よくお散歩に来た公園なんで、よいしょ、思い出深いですね。はい、印旛沼がこのような感じで見えておりますけども、よし、そしたらね、さっきの梅見て舗装されたところに行ってね、さらに歩いていこうかなと思います。これがもう桜の木なんだけど、ここはね、もう目の高さでね、桜が咲きます。今モーターちょっと早いんでね、何もつぼみも何もないですけども、ほんと綺麗に咲くのでね、今年はどうかな、来れるかな、来れたらいいなと思いながらも、ちょっと散歩してます。ここのがね、モコモコしてるね。しっかりお花が咲いてくれてますね。でもピンク色の梅もちょっと咲いてますし、これなんかまたつぼみもあるから、これからさらに咲いていくのかなと思います。すごいね、こんぐらいモコモコしてるとかわいい。いや、これからいい季節だな。やっぱ春になってくるとね、いろんなお花がね、咲き始めてきますので、
ちょっとね、こういうところで目線だったりにあるとね、小さい子供たちもね、近場でお花を見れるんでね、よいしょ、楽しいのかなと、そういうふうに思います。はい、ってことでね、ここまでにしてまたね、ちょっと続きたいと思います。続く。